どうも、みつでございます。今回は懸賞当選届いたの声ですっていうことで開封していきたいと思います。ついに届いたものなんですけどね。他にもね、社会問題とか資格の話とかいろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、この動画も一回チェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、僕が実際に体験したことを中心に話しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、開封していきたいと思うんですけどもね。まあこれペナペナなんでね、大したことないって思うかもしれないですけども、これね、どっから届いてるかっていうと、福岡市からこれ届いてるんですよ。福岡市ね、これ。宮城県に住んでてね、福岡市から届いてますと。いや、そうは言ってもね、まあいろんな検証があるんだから、別に九州からね、福岡から届いても、まあ、大したことないんじゃないのっていう方もいるとは思うんですけども、まあ宮城にいながらね、こういう、福岡のフリーペーパーを僕ちょっと入手できる場所をちょっと知ってるんでね、これをちょっと入手して、これを当選させたんですよ。でまあね、こういうふうに、いろんな福岡の情報、まあ福岡で劇団をやってる方のね、情報だったりとか、まあこれも劇団ですね、これもね。まあ、あとはこういう、音楽と絵かな、日本画と、琵琶かな、琵琶の、あれかな、コラボですね。こんな感じで。まあ、あとはこういう、美術館の、紹介。いい感じですね、これもね。ぜひぜひね、見に行きたいですね。演奏あると。ね、まあ、8月11日はちょっと前ですね。これでもいいな、本当に。ね、僕も九州行ったことないんで行きたいな、なんてね。と住吉神社。まあ、この動画はね、見てる方なんかは、ね、ミュージアムグッズの紹介とかね。まあ、こんな感じでね、いろいろあるんですけどもね。こんな感じとか。まあ、この、いわゆるフリーペーパーが、入手してね、これで当てたって感じなんですよ。で結構ね、僕多分どうだろう、 4,5 回も送ってんのかな、そのぐらい送ってると思うんでね、まあ、ついに当てたっていう感じなんですけども、じゃあですね、早速ね、まあ、ペナペナなんで、何が入ってるかはね、大体皆さん想像できるのかなとは思うんですけども、切れてました、僕のことなんでなりかねないんで、ね、こんな感じで開けたので、ちょっと上に出しちゃいますね。じゃあ行きますよ。まあ、ペナペナなんだよね。行きますよ。まずはね、これ、ご当選おめでとうございますっていうことでね、このフリーペーパーのところからこれ届きましたって感じですね。よかったらね、こちらの団体、Twitter 改め X、あとは Instagram、Facebook もね、やってるみたいなんで、ぜひですね、よかったらフォローしてもらえればと思うんですけど、当たったのはね、もう早速出しちゃいます。これですね、これ。招待券、ほうほうほう、水のアジアっていうね、福岡アジア美術館ってなってるんでね、これ当たったからな、ぜひこれ多分結構するんじゃないですかね、おそらく金額1000以上とか普通にするんじゃないかな。サテライト会場、なんかボートレースもなんかやるんですかね、これね。
サテライト会場、過去、あ、ポートレース福岡入場券。こっちもなんかあるのかな、入場券。入場券と招待券ってなってるけど、何なんだろう。何がどうなってるのかな。まあでもこれ、でも何とは書いてないけど、まあこの水のアジアっていうね、イベントに行けば、わかるっていう感じなんでしょうけどね。ぜひともですね、これを機に、まあ、九州行ったことないからね、福岡行きたいなっていう気持ちもあるんだけど、なかなか行けないかもしれないんで、仕事でね、福岡に定期的に行ってる方っていうのがいるんで、僕が行けないようだったらね、このスケジュールで行けるんだったら、その方にちょっと渡してもいいのかなと。そういうふうに思っております。今回はね、ついに、福岡のフリーペーパーの検証を、当ててやったぞという動画でございました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。またね、バイバーイ。当てました、水のアジア。バイバーイ。アジアの重心じゃないよ。バイバーイ。